朗読フリー。今日は朗読配信をしている人も、これからしようとしている人にもおすすめの情報をお届けしたいと思います。さて、朗読をするには著作権がクリアされたものでないと、後々何をやられるのか怖いですよね。そんな時、便利なのが青空文庫。多くの著作権切れ作品が掲載されていて重宝しますよね。でも、現代風なものも読みたい。そこで、そんな人に向けて朗読フリーの小説を調べてみると、 それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターの香川です。いつもご視聴ありがとうございます。年末年始引き続き配信していきますのでどうぞよろしくお願いします。それでは今日のお品書き。著作権が切れた作品でも注意は必要。著作権フリーな小説サイトと資格試験。音声配信ならできるあの人気作品の朗読。 です。朗読配信をされている方向けの今日は配信ですが、いわゆる著作権というね、えー、考え方については、多くのクリエイターが知っておいて損はない考え方ですので、ぜひぜひ最後まで聞いていただけると幸いです。それではこちらの記事。朗読配信 OK な小説を無料で探せるおすすめサイト6000です。こちらですね、私のブログ記事なんですけども、そういえばこのネタについて配信をしてなかったなということで、実は今日は取り上げています。さて、 朗読配信なんですけども、まず最初に前提事項や注意事項を述べますね。どういうことかというと、著作権フリーといっても、やっぱりいろいろな範囲があって、単純に01ではなくてグラデーションがあるというところには注意しましょうということです。どういうことかというと、例えばですね、青空文庫の場合ですと、海外の作品で著作権が切れたものという時に、日本語の翻訳は実は切れてないものというのがあったりします。 そういうのは当然 NG ですので気をつけましょう。それからネットで著作権フリーということで探した場合でも、例えば YouTube に配信をするといった時に収益化はダメですよという場合もあったりします。 ですので、青空文庫以外の著作権フリーと歌っている小説については、やはり十分に注意をして、他にも YouTube なので配信をしてるかなどなど、自分自身で調べてですね、朗読配信をする必要があります。ですので、それらも含めて、これからですね、著作権フリーと、おぼしき小説サイトの紹介をしていきます。まずは一つ目、青空文庫。 はい。こちらも定番中の定番ですよね。私知らなかったんですが、朗読検定という検定がありまして、朗読に関する、まあ、認定団体があるんですね。で、そこの資格試験の際に、やはり青空文庫を読むということで、題材に使われているぐらいですので、やっぱり青空文庫鉄板だなというふうに思います。朗読検定について興味がある方は、朗読検定で検索してみるといいと思います。それから、あの、朗読についてのより 専門的な知識を知りたいという方は、花、もて、語れ。花、もて、語れという、えー、朗読についての漫画、コミックがありまして、いわゆる朗読符といった注意書きですとか、そういったことも書いてあるぐらい専門的なコミックですので、読んでみてはいかがでしょうか。そして、青空文庫なんですが、古い作品が多いという印象を持っている方も多いんではないでしょうか。しかしですね、青空文庫の中にこういうページがあります。 新規公開作品2022年公開文と。著作権というのは、まあ作者の死後切れるわけですから、年々新しいものが当然出てくるんですよね。もしくは今までは作品として投稿されていなかったが、最近追加されたものなどもありますので、実は新作というのが存在するんですよね。ですから、青空文庫の中でも新規公開作品というページに載っているものですと、比較的新しいものが多いと。 いうことになります。ですから、え見ますと、例えば現代語訳の平家物語、それから菊池寛さん、それから山本周五郎さん、小泉役もさん、といったような、比較的、こう、近年の著者さんなどの作品もありますので、このページを見たことがない方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。それでは次。 いわゆる小説サイトにおける著作権フリーハッシュタグです。いわゆる小説投稿サイトたくさんありますよね。それらの投稿サイトでハッシュタグというものがありまして、そこでですね、朗読フリーですとか、いろんなハッシュタグがあります。例えばこちら。小説を読もうサイトです。こちら、小説投稿サイトの大手、小説家になろうというサイトがありますが、そこの作品を検索で探せると。 いうサイト、それが小説を読もうです。で、そこでですね、ハッシュタグ検索というものはないんですけども、生放送朗読 OK という検索ワードが比較的多く使われています。ですから、このキーワードで検索をして、その作品の詳細情報を見て、権利的に大丈夫かどうかというのを確認した上で読まれるといいかなと思います。ピクシブ小説。 こちらはハッシュタグがあります。よく見るハッシュタグとしては、フリーダイホン。ボイスドラマなどに無料で使ってもいいですよ。というハッシュタグが比較的多いです。それから、角川が運営しています小説投稿サイト、書く読む。こちらもですね、ハッシュタグでそういうハッシュタグがあります。こちらは、こちらのハッシュタグは、フリーダイホンなどがよく使われていますね。例えば、こちらの作品。 旅行の約束を女にすっぽかされた話という小紫さんの書いた作品なんですけども作品の概要欄にですねはっきりとツイッター、YouTube などでの朗読に使用可能な作品ですと書いてありさらに YouTube で朗読をされている方をご自身で紹介してくださっているというように YouTube での配信を認めれているというふうに書かれていますですから概要欄などにそういった 権利関係が書いてあるものを確認して朗読の対象にするという感じです。それからスタンド FM で配信をしている方であれば、ソニーミュージックエンターテイメントが運営しています物語投稿サイト、物語 .com というのがありまして、そこで朗読 OK という作品がもう公式に公開されています。 去年の段階で全20作品がもう具体的に朗読をしてもいいというふうに書かれています。東京ミステリー劇場、金曜日さん、それから、えー、優しすぎる先生、千ノ巣さん、などなどですね。もう具体的に OK ということが書かれています。ただ、スタンド FM の場合、ポッドキャスト配信をしている人は、ポッドキャストの配信先までは OK にはなっていませんので、そこは注意しましょう。 さあ、それでですね、音声配信ということで、ラジオトーク、スタンド FM などで配信している人限定ではあるんですが、公式に認められた方法ということで、この方法をご紹介します。それが、歌詞を朗読です。ラジオトークですと JASRAC、スタンド FM ですと JASRAC と NEXTONE というそれぞれ管理団体と契約をしています。ですので、楽曲申請、 という申請を朗読後にちゃんとしていただければいわゆる J-POP や人気の歌謡曲などを歌詞を朗読することが公式に OK なんですねただこちらもですねポッドキャスト連携している人は Apple Podcast や Spotify などではそういった楽曲申請の効力は効きませんのでポッドキャストには配信しないようにしましょうただラジオトークない スタンド FM 内だけに留めるのであれば、楽曲申請によって、権利団体に管理されている最新の曲であっても、朗読が堂々とできますので、おすすめです。年末、お休みに入れる人も多いと思いますが、そんな期間にですね、じっくりと朗読をしてみたい、そんな風に考える人の参考になれば幸いです。他にも、こんなサイトあるよ、というのがあれば、ぜひ皆さん教えていただけると嬉しいです。 クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、興味深いものをご紹介しています。毎日の収録配信、無料のニュースレター、2つの媒体でご紹介しています。心揺さぶられるもニュースや、心揺さぶられる媒体などの話をしていますので、ぜひ皆さん、購読、フォローしてくださると嬉しいです。というわけで、えー、年末のお休みに入っている人も多いと思いますが、皆さん、いってらっしゃい。